こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきましょう。ございます。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？笹山美咲です。あまり近寄らない。私は喜多方くるみ、よろしくね。農園で収穫できるわよ。農園ですね。プレゼントが届いてるわよ。メダルをいただきました。どうもありがとう、ジーン。世界のダービーバーガチャっていうステップアップガチャがあるみたいですね。ガチャを引きたいけどなかなかない。ノーステップで SSR1 個確定って言われてもな。あー、ここまでですね。ディクシースプラッシュまで。最終的には50ぐらいになるんだろうな。クエスト達成よ。知ってるかしら。さあ、ということで神社ラッキーバーヌシ。クエスト達成よ。デート？誰と？私と？もっと面白いギャグは言えないのかしら。はい、というわけで今回はカタオトルコライス、種付けです。いや、最後 SWBC 惜しかったですよね。いや、勝ったかと思ったんですけど、バイアリータークをつけておりました。三大思想の一人ですね。何か用？さあ、何を生産するかですよね。お数万を選択することになります。待つかしら。待つかしら。レンドルで今日は、まあ、悪くはないんですけどね。待つかしら。一発型。待つかしら。検証型がいいな。待つかしら。お、なんだこれ、雪マルスっぽい。待つかしら。オープンするフィールド。待つかしら。ストライクウィール。
まずまずかしら。これはダメだわ。いや、さすがにこれはないです、ね、いい配合ね。まずまずかしら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 。一発型がないってことは一発型があるのみか。まずまずかしら。危険な配合よ。建設型あるんだ、一応は。まずまずかしら。タフな参加は期待できるって言ってますね。まずまずかしら。まあ、UR で。まずまずかしら。まずまずかしら。まずまずか、これはダメだわ。まあ、バイアリータークは別としても。まずまずかしら。これ気になるな、ストライク。イーグル3000。いきなりから勝負根性、瞬発力は SS で、スタートを鍛えれば、それなりの馬になる可能性は高い。でこちらがパラメータですからね。似たようなタイプですよね。京都で走りそう。まあ、これでいきましょう。さあ、どうなる？青は出た。おお、ホワイトホースじゃないな。おっと、滝だ。結構豪華な滝です。おっと、なんかすごい崖の上から滝は流れた。ストライクイーグルってことで、牝馬か。ストライク直球、イーグルは鷹。鷹といえばホークス。ホークスといえばソフトバンクホークス。ソフトバンクホークスといえば、ねえ、内田真彩。うん、これですよね。肩のマレイ。イーグルってあれ、イーグルって鷹じゃないか、ワシかな。あー、肩のアイリーにしとけばよかった。中長距離ですね。気合い入れていくわよ。即デビューですということで、まずはあったレースに出します。この子なら心配ないわ。ただいまより投票受付を開始します。そうだろう。全然ダメじゃん、これ今。淀の坂越えを各馬がどうこなすかにも注目です。
切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。マリーパワーが先手を取ります。ユアン・ネルさんがかわしていきました。そのうち3番決勝アピール、そして外からは8番アイルトピック、12番セーズチャンス、そして6番手に自然のリード、その後ろでやりましょうか。サファリハイセブン、1番ヒラメキワンダ、2番ノーベルペガサス、注目は何といってもカタロマレン、圧倒的な人気。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。スマイルキャビン、そしてもう1頭7番時のかけら、先頭の方はどうなっているか。8番アイルトピックが先頭です。内を通りまして決勝アピール、リュアンデルセン、9番マリーパワー下がって4番手、外を通りましてセーズチャンス、そしてその後ろから10番サファリハイセブン、内から1頭6番自然ドリーム、きらめきワンダー、2番ノーベルペガサス、これが一番人気のカタロマレイ、海老名騎手、この手応えはどうか。まもなく第3コーナースマイルキャビン、時のかけらがその後ろ前でありますが、前先頭は8番アイルトピック、機嫌よく行っているのかどうか。そしてそのうちに決勝アピール、リュアンデルセン、そして4番手にマリーパワー、その外セーズチャンス、その後ろ3馬身くらいあってサファリハイセブン、そして内からは6番自然ドリーム、それからもう1頭1番きらめきワンダー。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、先頭アイルトピック、足が止まった、怖い馬が来た、5番高野丸いだ、決勝アピール、かわすかかわすか、ここで先頭に立った、セーブチャンス、1番外から5番高野丸い、高野丸いが襲いかかる、捉えた、かわした、高野丸い、セーブチャンスが2番手、高野丸い、新馬戦を見事勝利で飾りました。素晴らしいデビューを決めています。で芝20丸になるのは当たり前ですが、おめでとう。じゃあダート短距離行くか。意外とこういうところで強さ入れてきたりするから、 2.1 番減りまして、アガークルーなんかに譲っちゃってますね。1番人気、あ、1番人気じゃない、20丸1個。さあご覧の通りのメンバーです。みんなお店あるかですかね。さあ準備が整いました。スタートが B なんで、スタート見てみましょう。ゲートが開いて飛び出した。12頭であります。悪くはないけどな。ちょっと出遅れたんでしょうか。10番ナハチルアーノ、それから3番砂漠タッチ、先行花のコレクター、さあ結構前にいますよ。ドリームであります。府中のスタンドが揺れています。パタノバレイ直線伸びてくるのかどうか。9番花のコレクターがまだ粘っている。内が飛んだ、内田博之とアガークルー、3番手にアガークルー、さあ先頭は花のコレクターが3馬身リード。このまま粘れるか、花のコレクター、パタノバレイが2番手、ここで一気にパタノバレイだ、パタノバレイだ、一着パタノバレイ、末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。なんでコメント消えちゃってんだろう。コメントじゃない。おめでとう。うん、これは朗報です。すごーい。さあ2連勝ですね。どっち行こう。芝の線に。2連勝ですよ。強い。勝てるかしら。だから成長型が男性なのかもしれないね。ひょっとしたら。男性型だとオッズがつく可能性があるんで、だってクラシックに間に合わないとか言ってるし、かなりの男性型なのかも。ということは最初は無理に出走させない方がいいかもしれません。さあ CES 芝の体制完了。スタートを見て中山ですね。曲線が短い。12頭スタートの割合はそんな悪くはないですね。さあものすごい歓声の中山競馬場、中野バレイは動きが悪いぞ。これは届きそうもない。このまま粘れるか。エプラピー中山は最後に逆らうキャピトルキッズが伸びが、でもまたあった水力伸びてきたが届くのか。これを詰めてきている。それいけ中野バレイ、内田のイラム押せ、
この宇宙のガプトルヒルか、バタノマレイか、ほとんど同時です。届いてないですね。不良ババっていうのが聞いた。惜しかったわね。18の2600ですよね。11番、次は見返してやりましょう。ダートの1800。1.8倍。距離が結構左右されるかな。ただいまより距離は加減なんですよね。浜中かジョッキー。さあ12頭のゲートインが完了しました。体制完了。さあ飛び出した12頭。3番ラハテルアードがちょっと立ち遅れ、まあ、まずスタートですね。先行グループからまず見てまいりましょう。腹を切ったのを。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。パタノマレ直線伸びてくるのかどうか。あのフェデリコが抜け出した。レストリームが間から来ている。間を割ってレストリーム頑張っている松山とガドンフェデリコ。外をついてパタノマレが来ている。先頭の中とパタノマレ。アタックキャンプが2番手1着。パタノマレ末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。これで、オープンというか重賞走れますね。そんなに悪くないのか。ここは芝でしょうけどね。楽しみね。うわ、歴史を変えるかもしれないとか言われてますね。調教パートナーを指定しないといけません。スタートがいい馬だよな。やっぱりお、なんか久世俊平なんつうのがいるんだ。これスタートってないのか。ありますよスタート。マズデンスキーが覚醒数がね、もうちょっと欲しいが、スタートとスピードが欲しいよね。これに行きましょう。サニーブライアン。何かよ。そうですよね、成長遅めですよね。やはり元気いっぱいね。いただきました。さあとりあえず調子を上げていかないといけません。いい感じだわ。さあここで、成長促進ですよね。三段階いい感じだわ。バリバリ鍛えていきます。なくて夢を買うと思えばいいんじゃないかしら。いい感じだわ。まだ人気か。ストライドソード双方、つまり距離が長いほど有利か。クエスト達成よ。
ない？嬉しそうね。何か用？ハドラ調教も大丈夫。何か用？破体重はいいみたいですね。今週はレースがあるわね。何か用？なるほど、ベスト体重500キロですね。まずまずかしら。大根です。まずまずかしら。何か用？とまずレースに出走です。ここはまあ勝てるでしょう。距離もあの芝だし、距離もいいし。3倍か、意外とついてるな。当選ラーがライバルか。久しぶりの G3 ですね。新潟記念発送です。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ちょっと出遅れたんでしょうか。10番トランスワープ、まあ、まずまずスタートを切ったのではないでしょうか。先頭争いであります。 AI トムソジンが先頭に立ちました。スマートシルエット12頭これから向こう正面であります。それから6番ドウセンダー、そしてそのうちに東海パラダイス、その外に9番オスカテール、12番タッチミーノット、1番クリゲの馬体カタノマレイであります。アスカクリちゃん内を通りましてダリタクリスタル、外を通りましてエクスペディション、そのうちに2番モンストール、そしてその後ろから10番トランスワープ。もう一度前から整理しましょう。これが先頭ケイアイトンソジンであります。それから離されましてスマートシルエット、すでに 1000m の標識は通過、まずまずのペースといったところ。それから3番東海パラダイス、その後ろでやりましょうか。ドウセンダー、それからもう一頭9番ムスカデール、 そして6番手タッチミーノットであります。タカノマレイはこの辺り、そしてその後ろから5番アスタプリちゃん、そのうちからは4番ダリタクリスタル。大歓声が上がる新潟競馬場、大歓声が上がる新潟競馬場、連勝なるか。パタノバレイ、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。ムチが飛んだ、スクナガとパタノバレイ、抜けた抜けた。3番東海パラダイス、さあ先頭は東海パラダイスが3番手に挑む東海パラダイス、これはもう楽勝です。パタノバレイ届きそうにない。エクスペディション懸命に追う東海パラダイス、先頭1着東海パラダイス、2着はパタノバレイ、3着エクスペディション。そんなに強くないのかな。まだまだ次があるわよ。1着3番神戸新聞杯か。レースを終えた馬が戻ってきたわ。疲れやすい意外と。おっと、なんかフランスパンがありました。何かよ。神戸新聞杯3週後ですね。秋華賞かな。秋華賞にぶっつけの方がなんかいいような気はする。何かよ。あんまり間隔を空けたくないですからね。農園で収穫できるわよ。
発生よ。知ってるかしら。何か用？いいですね。いつでも入荷入れる状態ということで、集荷所までは3周ですか。入りましょう。いい感じだわ。だいぶ良くなってきたみたいですね。いい感じだわ。知ってるかしら。一生はそんな悪くないはずなんだけどね。いいわね。スピーダー、スタートは S です。いや、いいですよね。ラスパ。嬉しそうね。何か用？少しずつ鍛えていきます。トリトラック元気いっぱいね。大根か。いい感じだわ。ちょっと聞いてよ。あ、集荷所です。まずは集荷所レースを登録して、福永祐一くんかな。何かよ。そう言ってますよね。何かよ。なるほど、まだ500か502かな。ベストバタイジですね。さあこれで出走できます。2番人気ね。2番人気ですか。ただいまより投票受付を開始。前回よりオッズ上がってるじゃんっていう。相手は強力ジェンティルローンなんかよ。これはつらい。 G3 すら勝てないのに。まあとはいえ、じっくり調教は積んできました。他ビルシーナあたりですか。アイムユアーズとか。ないか、オッツ。さあ、今回の動画はここまでとしましょう。集荷所の発送です。桜の訪れで幕を開けた山菜牝馬の戦いもいよいよ最後の舞台を迎えます。スタートを切りました。スタートです。あんまりいいスタートがない。落ち着いていけるかどうか。先行するのは何か。キャリーメドゥーサがかわしていきました。それから10番キャトルフィーユ、そして3番手に4番ミルシーナであります。その外アイブユアーズ、そしてその後ろからゲンティルドンナ、11番プロイバ対ドウセンベニナクラ、カタノマレイ、外から1頭ラスベンチュラス、
12頭第2コーナー右にカーブを取ります。その後ろでやりましょうか。ミッドサマーフェア、3番アロマティコ、8番ブリッジプライム、そして内からは5番ハナズゴール。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭は飛ばした飛ばした1番チェリーメドゥーサ、かなりばらけました。それから離されましてキャトルフィーユ、それから4番ミルシーナ、外を通りましてアイブユアーズ、一番人気の7番ゲンティルドンナ、岩田騎手どのあたりで動くんでしょうか。その外からは当選ベニザクラ、カタノバレイ、 G1 発生派なるかどうか。ラスベンチュラスがその後ろ、オーアロマティコ、外を通って上がっていきます。さあ1分ジュニーユーサーがなんか大逃げ見せてるぞ。カタノバレイ大歓声も後押ししているぞ。チェリーベドルサが抜け出したチェリーベドルサ、ゲンティルドンナがやってきた。さあ、カタノバレイも来たぞ。どうだ、一気に飲み込めるか。勝ったような、勝ちましたね。ジェンティルドンナを破っていきなり G1 セーブです。やりました、 G1 発制覇。心拍力 SSS ね。メロンパンが登場、メロンが登場ですね。何か用？クエスト達成よ。ショートケーキを得ましたね。というわけで、カタノバレーデビューしましたが、ストライクイーグル、いきなりですね、秋華賞を取りました。どうも成長型がかなり遅めみたいで、新潟記念ではまだまだ伸びきれないとこあったんですが、秋華賞ジェンティルノンナに勝てたということで、これからすごく楽しみですよね。どこまで戦ってくれるのか、クラシックディスタンスで主に活躍できると思いますので、ご期待ください。はい、ぜひぜひチャンネル登録ご協力お願いいたします。皆さんの、チャンネル登録、1000人目指しておりますので、あと900人行きましたのであと100人です。励みになりますのでよろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますのでよろしければ見てください。関連動画プレイリストやって、残りの20秒で表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。